プラドモロ・ラプレストは、フランス、オクシタニー地域圏ピレネーオリアンタル圏のコミューン。バルスピール地方に属する、城壁に囲まれた石畳の伸びる中世の旧市街は、ラガルド要塞が見下ろしている。ピレネー条約で生じた新たなフッツに国境を監視するため、ラガルド要塞は17世紀に防番によって建設された。 1956年6月のデクレによって、ラプレストの名称が、プラドモロに付け足された。ラプレストは遠く離れた集落で、小さな温泉地の重要性が高まったため、公認された。二つの市街地は、完全に独立しており、標高の高いテック渓谷を遡る 8km の道路で接続されている。市街を見下ろす、ラガルド要塞プラドモロは、テック側のほとり、 標高745メートルの地点にある。一方、ラプレストは標高1130メートルの地点にある。温泉地のあるラプレストへ行くには、さらに渓谷を8キロメートル遡ることになる。車両通行可能な道路の終点に駐車場があり、ここが標高2465メートルのコスタ・ボンヌ山の登山口である。旧世紀末、当地は、 未開の谷にある草原と呼ばれ、フランク王国の影響下にあったバルセロナ博ギフレイ一世の領地に属した。テック側の上流域の開拓を目指した修道士たちは、プラドモロとなる農村を切り開いた。982年の資料にこの時建設された教会について記載されている。カペー庁の成立とともに、バルセロナ博は、 フランク王国から離れた独自の地位を保つようになり、1137年にアラゴン連合王国が成立すると、プラドモロはその統治のもとに発展した。13世紀のプラドモロは、テック渓谷を挟んで二つに分かれていた。北部は住民が暮らす町であり、南部はバザリ流白の城と支配者階級の住宅があった。ミルの塔。 アラゴン王ハイメ一世が建設させた大仏国境監使用の党コルベイユ条約が締結された1258年からプラドモロはアラゴン王ハイメ一世の指揮のもと発展していった。中世からフランス革命までのモロは王家の町だった。領主権と司法権は王に属しており、王立普通裁判所が設置された。この裁判所の権限は以下の通りである。 1327年、プラの谷には10以上の村があり、人口は1000人に達していた。これは一部には特権が与えられていたためである。14世紀半ばに町が要塞化された。1428年、壁の一部が地震で破壊された。15世紀には薬病の流行で人口が減少した。16世紀、プラドモロは リネン織物の生産と貿易で繁栄していた。バレスピールの自治体と同様に、プラドモロもカステルネ施策の支配下にあった。15世紀末に成立したスペイン王国によって、カタロニアの勢力は抑圧され、プラドモロは、バレスピールの住人と共に1640年に、発生したカスティリア王に対する反乱に参加した。その後、1659年のピレネー条約によって、 ルシオンン全体とまとまめて、フランスへ割上された。この新しい状況で経済は変わり、州の残りの部分からプラは孤立してしまった。市街を取り巻く城壁とデスパーニュモン1939年に撮影されたスペイン難民の子供たち。戦争抵抗者インターナショナルがプラドモロに避難所を設置していた1661年、ルイ14世は1292年以降、 廃止されていた遠税をルシオン内で復活させた。織物業者に引きられた住民たちは税復活に反乱を起こした。これがアンジュレの反乱で迅速に反フランス暴動に変わり、1673年まで12年間続いた。さらに、ラングドック地方の織物、羊毛産業保護の名目で直例によって、カタロニアに通じる通商路が閉鎖されてしまい、 プラドモロの経済は劇的に衰退してしまう。監視を厳しくするため、1674年にルイ14世は要塞建設を決めた。ラガルド要塞の建設は1677年に始まり、一部はボーバンが指揮し、1682年に完成した。9年戦争時代の1691年、アレス峠から侵入してきたスペイン軍が、 プラドモロを包囲したが、陥落させられなかった。ルシオン戦争時代の1793年、プラドモロはアントニオ・リカルドス将軍率いるスペイン軍に占領された。1794年、デュゴミエ率いるフランス軍が、スペイン軍をピレネー山脈の反対側に押し返すまで、スペインによる占領が続いた。不仏戦争前、保養のためにしばしば、 南仏の温泉地を訪れていたナポレオン三世はラプレストの温泉地までの道を整備した。1862年に創設されたコミューンルテックはプラドモロの面積を分割してできた。スペイン内にカタルーニャ共和国の確立を望んでいたカタルーニャ人政治家フランセスク・マシアは当時のスペイン政府首相ミゲルプリモデ・リベーラによってプラドモロで逮捕された。 1938年、コミューンに2本目の橋が架けられた。それまでは18世紀に建設された、町の主城門につながるデスパーニュ橋しかなかった。レティラーダソナカの1939年1月27日から、わずか2週間で、約10万人のスペイン難民が、アレストゲを越えて、プラドモロへやってきた。これらの難民に対処するため、テックダニに4カ所の収容所が置かれた。 1939年2月13日、国境は閉鎖され、フランコ将軍率いる国民党に属する兵士たちが国境を監視するようになった。プラドモロ難民収容所には約3万5000人が収容された。1939年3月末、プラドモロの難民収容所は閉鎖された。1940年10月、4日間続いた豪雨でテック川が氾濫し、 プラの一部や谷、そしてデスパーニュ場所が被害を受けた。この大惨事で街の風景は一変し、地域経済は温泉と観光に方向を転換した。第二次世界大戦中、プラドモロはナチスドイツ占領下のフランスからスペインへの逃亡経路の一つだった。プラとは牧草地を意味する。934年にマルヨネとして文献に記される。 これは境界を示す大きな石を意味している。二つの地名が連続して読まれるのは14世紀後半から見られる。1385年にはバリスでプロティスでマローンと記された。これらの異なった名称はラテン語のアクアティスに対応する。参照元、INSEE ヘス。ありがとうございます。